よし。プリムローゼ。お父様、今一度手合わせを。もう十分だ。何が足りぬのか考えなさい。お前は栄えあるエゼルアート家の一人娘、もっと強くあらねば。はい、お父様。時にプリムロゼ、家の主に必要なものは何だ。それは他の家に遅れを取らず一族を繁栄させることです。プリムロゼ、竹など取るに足らない。大事なものは自らのうちにある。家の主に必要なもの、それは信念だ。信念。信じるものを持っていること、それをなすまで屈しない心。千の屈辱にも道を見失わない意志だ。己を信じ貫け。はい、お父さん。この短剣をお前に譲ろう。我が家訓を刻んだ。どうさ、プリムロゼ様、どうされましたか。アリアナ、お疲れだったのですね。父のことを思い出してたみたい。思い出の中でも説教してたわ。当主様は厳しいお方でしたから。そうね、剣も書も人としてのあり方も。すべてを父に教わったわ。父はいつも言ってた。己の信じるものを見つけろって。信じるもの。着いたぜ。さあ、そしてそれから、そう、
リムロゼ様。プリムロゼ様、ありがとう。参ります。出番ね。さあ、負けません。私の出番だな。ドカブリア。さて、どうしようか。雷鳴よ、驚き響け。授業はこれで終わりだ。
もちろんです。囚人よ、いいかね。はい。よし、それで？ありがたき幸せ。左腕の男、やっと会えたわね。この時をどれだけ待ったと思う。何者だ。いや待てよ、見覚えがあるぞ。砂漠の町で見かけた踊り子だな。あら、そう、クリムロゼ・エゼルアート。クリムロゼ・エゼルアート、まさかエゼルアート家のご令嬢か。思い出したかしら、私と私の父を。ジェフリー・エゼルアート、よく覚えている。君の父親は強かったからな。頭もよく切れてな、なかなか隙を見せなかった。だが少々敵を作りすぎた。私の父が何をしたっていう。知るべきではないことを知ってしまった。私たちの仕事はその報いを与えることでね。でも分かってるでしょ、報いはまた次の報いを生むの。そうだね。この探検は片時も話したことはないわ。父を忘れないために。父はいつも言っていたわ。己の信じるものを見つけろって。あなたたち、カラスの入れ墨の男三人を葬ること。それが私の生きる意味。私の信じるたった一つのものを。覚悟なさい、左腕の男。そんな言葉を吐いた相手を数え切れぬほど見てきた。そして私はそれを全て葬ってきた。
私はルフセ、カラスの左腕を担う者。さあ来たまえ、エゼルアート家のお嬢さん。父親と同じ場所に送ってやろう。悪くない舞台じゃない。踊ろうかしら。クジャクの舞。狙い撃つ。よく狙え。焼き尽くせ。それでは将来よ、巻き起これ。さて、いかがかしら。私の出番だな。ドシャブリア。行きましょう。癒しの奇跡を与えたな。さて、クジャクの舞。それでは、どう動く？行くぞ！狙い撃つ！行くわね。行くわよ。さあ、負けません。雷鳴よ、驚く響け。かかってこい。狙い撃つ。雷鳴よ、驚き響け。狙い撃つ。行くわよ。しっかりね。負けません。雷鳴よ、驚き響け。さて、どうしようか。雷鳴よ、驚き響け。殿下や。行くわよ。
ったりね。さて、しっかりね。頑張ります。さて、どうしよう。あ、踊ろうかしら。覚悟はいい？私の出番だな。行くぞ！狙い撃ち。さて、本気を出そうか。使っておこう。行きましょう。あっ、近くに来てください。あどう動く？踊ろうかしら。かかってこい。一番やり。なかなか考えないが。雷鳴よ、その気響け。私の出番だな。使わせてもらう。さて、どうしようか。キャッ！あっ！雷鳴よ、驚き響け。さあ、どうで。雷鳴よ、驚き響け。さて、クジャクの舞。私の出番だ。よく狙え。どう動く？くらえ。かかってこい。いい戦いだった。
ええ。プリムロゼ様、ええ、うん、己を信じ貫け。プリムロゼ様、さあね。プリムロゼ。